よろしいですか。はい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 。わかりました。どうもありがとうございます。失礼いたします。よろしいですか。決まりました。ありがとうございました。部員一同、さらに気を引き締めて練習に取り組んでほしいと思います。私から以上です。あなたまでおめでとう。おっすー。いらっしゃい。まず率直にですね、今のお気持ち聞かせてください。はい、やっぱり、まあ、選ばれるかどうかいうのはギリギリまで分かりませんでしたので、まあ、選ばれたことに対しては非常に、嬉しいです。感謝してますよ。今改めてですね、20年ぶりの甲子園ということで、生徒にはどういうことがありますか。そうです、まあ、一応、まあ、いつ、まあ、選ばれる可能性もあるのでということで、まあ、モチベーションは割とその選ば候補になったということで、まあまあ高いモチベーションで練習はできてますけど、まあ、実際に行くってことになるとやっぱりもう相手は強豪校ばかりなので、それに対、ちゃんとしたゲームできるようにこれからもさらに、上を目指して頑張っていきたいと思います。出場おめでとうございます。今どうなってますか。でも本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。選んでいただいたんでもう全力で甲子園でプレーできるように毎日練習していきたいと思います。